お疲れ様です。ロボットです。ということで、今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、ちょっとね、皆さんに謝んなきゃいけないかもしれないことがあります。新カード、ちょっと声がガラガラだな、今日。新カードの、ホウシちゃん出たじゃないですか。マジアチャとフキアとプリンセスの融合体みたいなやつですね。はい。で、あの子がね、僕結構弱いってこう、動画でね、意外と言ってきたと思うんですけど、意外と強いっすわ、あれ。だってあれで、なんか使い方やっぱ慣れてくると、初めね、やっぱ新カード出たすぐだと、なんかやっぱ使いこなせないっていうのがあるんで、そんな弱いんじゃねって感じだったんですけど、まあ、いざ使ってみると、やっと慣れてきましたね、あれ。結構強いっすね。はい、というわけで、今回ね、このホウシちゃんを、入れたね、このウォールブレイカーディガポイが流行っております。流行ってます、マジで。はい。で、早速使っていきたいなと思います。で、2コストのスペルがないですけど、2コストのスペルって基本的に枯渇とスケラに対してすごい優秀なんですよね。まあ、なんですけど、まあ、そこは、トルネードで、まあ、スケラにはポイズンとゴブリンでカバーしてるのと、あとトルネードで、ゴブリンバレル一応完封できますので、まあ、なんとかカバーしてるっていう感じでやっていきたいなと思います。よいしょ。で、まあ、あとは、回転が鬼早いんですよね。ホウシ3コストなんで、結構、ね、気軽に使えるっていうのが強い意味かなと思います。で、まあ、あとは最後の削りですね。言ったらマジアチャみたいに端前に出して、ユニット当てて拡散弾でタワーダメージを狙えますので、結構不意に、なんかウォールブレイカーのマジアチャと言ったら同じですね。ウォールブレイカーセパしたりして、リガー飛ばしたりして、相手が何かで対応してきたところを、ね、ホウシちゃんで、ダメージをね、ちゃんと稼いでいくっていう。そしてそのホウシちゃんは、こう、後ろにね、下がってきてくれるんで、ダメージね、延命もしやすくなりますし、その後のダメージにつなげていけるかなと思います。というわけで、ちょっとね、早めにリガ飛ばします。謎ですけど、これは。とりあえずリガ飛ばして、まあ、ここですね、もうこういうところで、もう居抜けますね。で、ユーノとか来たらゴブリンで延命して、さあ、で、これワンチャン、うえい、気合が違う。これね、結構でもね、これ、ね、一回ボイカリ行きますか。逆サイ攻めたかったんですけど、なんもなかった。オールブレイカー飛ばしてもザッパりますね。よいしょ。で、マジアチャが来ますね。G アチャが来そうなんで、とりあえずナイトでも出しといて。今度かい。来いよ、そこは。ベビドラですね。最近なんか、こういった、なんか変な形の、ペッカベビーがちょっと増えてますね、今。なんか。知らんけど。マジで。え？ちょっと待って、今なんか、射抜かれたんだけど。うわー、これねー。ペッカ、ワンチャンナイトが先に殴れば。あー、殴られちゃうか。まあまあまあ、そこは一として。相手は、ペッカベビーエレキの、なんだろうね。ペッ、マスケ？いろいろぶっ込んでますね。よいしょ。まあ、ラムライダーとかスケラーとかの可能性は全然ありますね。で、エレキがいるんで、オールブレイカー片サイドだけに単体で投げたくはないので、セパレートしますね。で、受け次第では射抜いていきます。ここはトレーで近畿道か。よいしょ。さあ、引っ張って、キング起動を、オッケー。相手がもしスケラだった時はグッドゲームなんで、グッドゲームって感じで煽っていきましょう。で、ここは、まあ、一回ディガ飛ばしつつ、ここにね、本当はゴブリンとかも組み合わせていきたいんですけど、ワンチャン遅れててもよかったな。まあまあまあ、ゆっくり行きましょうか。受けは優秀ですね。奉仕で、このまま適当にペッカにダメージ稼ぎもできますと。で、ここはトルネで、トルネの位置下手すでもっと下げれますね、後ろに。もっと下げれるの。よいしょ。で、ロケランで、ペッカは多分溶かせますね。火力意外と高いんですよね。で、あと、3コストのアイスイーズとのこの相性が良くて、こう、アイスイーズ出しつつ、この反対側にね、こいつで奉仕ちゃんね、出すことができるんで、よいしょ、一発入りますね。ね、これね、なんかね、結構むずいんですよね。ダックプリはちょっと受けちゃうんで、バルキリーとかだとお散歩できますね。よいしょ。さあ、ここ、アイスイーズで溶かしますよ。で、ここでもうどんどんいっちゃいますね。うわ、こいつ、未来予知。能力持ってやがる。つえ。さあ、稼いでいく。で、こういう、まあ、ダメージ稼ぎができるのはこのカードの強いところで、そして、避けていく。え？おい、避けていく。さあ、爪どきですね、今。結構な。で、こいつ邪魔なんで、あ、奉仕、お前、殴るなら、まあ、どっちでもいいんだけど。
延命したい。OK。あんまこうね、しゃしゃって、延命しすぎると、延命できなかったりとか、逆になんかのね、スペルで一気に持ってかりしてかれたりして、ちょっとろれつが回んない。大ダメージ受けちゃうんで、そこはね、ちょっと要注意かなと思います。それこういうところですね、削っていきます。このね、D がいらないね。よう考えたときに、マジでいらない。これ延命できる。これノックバックして、こっちにタゲ行って、ここポイズンで処理して、さあ、いいっすよ。あとこのデッキは回転が速いので、あとここですね、こういうマスケとか2コストのタルババが欲しくなるんですけど、貫通やっぱするんで、これでね、ない、あるようなもんですね、タルババが気持ち。よいしょ。で、ファイボー避けんのかい、そこは。避けてくれよ。よいしょ。さあ、このダックベル美味しいですね。で、ここで、もう一回ね、端前ロケランで削っていきたいですね。ここ一回ポイズ打ってあげて、まあ、ゆっくり行くと見せかけつつ、行きまーす。で、もう攻め取るね、構いますね。よいしょ。はい、ロケットランチャー。これがね、強えの。しかも、マジアチ4コストいるんですけど、こいつ3コストでこれができるんですよね。で、アイスイズも3コストで高回転で回るんで、このデッキね、今季暴れるんじゃないかっちゅうぐらい強いですね。なんか今、今日の俺ちょっと上手かったっすよね。自分で思った今。今のプレイちょっと上手くないっていう感じでしたね。昨日、生放送やったんですけど、昨日じゃねえな、一昨日かな。まあ、深夜の生放送しましたよね。朝4時から5時ぐらいまでやったんですけど、まあ、なんか寝れなかったんですよね。なんか眠くなかったんですよね。そう、別に昼夜逆転してるわけでもないんですけど、なんかそんなに眠くなかったんで、朝にね生放送やったんですけど、まあ結構人来てくれて、はい、コメントもたくさんしてもらえてね、なんかこう、まあシーズン序盤っていうのもあるんですけど、結構コメントと会話する配信をしたんですよね、結構。はい。なんで、まあそれはそれでちょっと僕自身楽しかったですし、なんか結構会話できたなと思ってるんで、またね、こう、なんか、まあ、シーズン序盤だからこそ、やっぱトロ上げとかも大事なんですけど、やっぱ視聴者さんと会話しながら、はい、近い距離でできるのはすごいいいなと思いましたね。なんで、まあ生放送ね、こう、またします。結構します。生放送めっちゃハマってますね。なんか楽しいんですよね。話しながらできるのが。そうなんで、よければ見に来てくだっちゃえ。って感じですね。あ、これロケットランチャー引き分けになるで。お前、あれだな。毎日ジム通ってたやつだな、お前。知ってるよ。お前、ジム通いすぎたらだから。このロケラン強くね？俺のやつ。なんか違うの？普通こんな強くねえよ。謎。まあいいや。強いことに悪いことはないね。よし。で、これディガーで削りつつ、ロケットランチャーで迫撃を処理するし、ここのアイスで延命していきます。このね、なんかね、マルチで遅延スケラの人と当たったんですけど、結構マルチ上位有名な。うますぎて手も足も出なかったんですよね。まあ、何がうめえって、アイスイズの使い方がうめえんですよね。でこういうアイスイズを右残しのをカウンターにつなげるかつなげないかみたいなところとかも大事ですね。こう緊急起動する。こう内側ディガーで一回迫撃のタギを通って、よいしょ、ティンタワーダメージ。これね、ウッドサイドからこっち使っちゃうかな。迫撃のダメージ結構痛いですね。これよく考えてやってないと負けちゃいますね、これ。でも、相手の、あいつ、ロケランちゃんがね、名前の読み方がわかんねえ、あいつ。ロケット砲士っていう名称なんですけど、だから砲士ちゃんって呼んじゃうときと、ロケランって呼ぶことがあるんで、そこはちょっとね、同じキャラです。僕の動画見てくれる人は、ロケランと砲士ちゃんは同一キャラでございますので、その辺ね、把握お願いします。うえ、めっちゃ攻めてくる。このポイズ、ポイズあれだ。外れてゆく。マジで。そうなんですね。これがね、よろしくね。これ、相打ちっすね。なんで俺の奉仕だけ毎回勝つんだよ。なんか、本当に、これあれっすよ。奉仕と奉仕がぶつかったときは相打ちです。これマジっす。なんですけど、僕の奉仕の方が竹取るの早いんか、本当に分かんないっすけど、たまたまの、なんかね、ラッキーなことにずっと勝ってる。本当に。普段僕の奉仕、っていうか、こんな強くないっすから。よし、さあダメージなんか謎に追いつきましたね。で、これ相手シャシャって削りに来ているんで、ほうしげします。
方針ゲーします。方針でウッド最短でオールブレイカー使って相手ロケットで削ってきてるばっかしてるんで痛い目見ろって感じでフィニッシャーかな。あでも防衛うめえ。あでも俺のオールブレイカーはあーこいつちょっと筋トレサボったやつだな。あでも方針ちゃんがおい後ろに行ってポイズン圏内に来た。グッドゲームしゃ。なんかラッキーでしたね。でもなんか方針は基本打ち合うとお互いやっぱ同時に打つんでね、お互いが当たって死にますけど、やっぱこう他の何かに向いてる方針向いてたとちょっと反応が遅かったり、しましたね。よいしょ、まあ、僕の方針だけですから、これ皆さんの方針は打ち負けますからねちょっとラッキーでしたね。危ない、発撃ちょっと危なかったですね。まあ、あとは、奉仕は、結構、まあ、ディガープラスの多分、ザップとかで死んだと思うんで、アーチャーと体力が一緒だっけ？同じぐらいなんですよね、ほぼ。はい、なんで、まあ、HP 的な問題はすごい低いんで、こう、延命するかしないかすごい大事になってきますね。ミリ残りだからこそ延命するしないの判断をこう、しっかりやると、こう、負けの試合をね、こう、勝ちにギリ持っていけたりもありますし、まあ、逆にだからこそそれで負けにもなっちゃうっていうこともありそうですね。さあ相手はウッドギャング、コカッちゃんコカッちゃんやったーゲーゲーですって感じのコカッちゃんですね、これは。あーやべ奥だ、ミスった。いていていて、俺のタワー寝てるなーマジで。でこれナイトかなんかで受けてきたのロケ方式で射抜きたいですね。うわそこ射抜けねえな。えでもなんでそんな高いんだ相手で。これ絶対ウッドだけか、ウッド回ってねえな、施設か。うわ ISP までちゃんと ISP で回ってたのかな。いやでこれねマジアッチャー言ったら枯渇の弱点ってマジアッチャーじゃないですか。なんでロケット押して弱点だと思うんですけど、さあむずいですね、勝ちたいですねこれは。とりあえず奉仕後ろ出して、うわこれまたこっちだな、完封ですね基本。あぶねー、あー金起動かとりあえずね。あはえお前エイムガバガバやんだから、さっきの方針優秀すぎたなマジで。アイスピそうだ、アイスピにああなるんすわ。なんかねなんかツイートかなんかで見た気がしますね、アイスピにああなっちゃう事件らしいですね。あー美味しいね、見せてやれお前の力、うえーからの見せてやれもう一回お前の力を。いけいけ、まずまずだね本当にお前は金起動しない、そしてうい、まあまあですね。あ金起動できるこれ、うい来た、よしこれができるともう僕のもんですね。いてんだなさっきのダメージコツコツ、もうあいつちょっとうめえっすね。あとウッドからのうまじうめえっすね、ここのダメージ稼ぎたかったな。反応せえな俺、反応ちょっと遅いですね。この奉仕が残るだけで相手はきついですね。ここにウッドを使わせることによってウォールブレーカーが刺さるよねっていう。うわーうめえ、インフレでターゲ取れるの分かってますね。金起動してきて、しかもでそろそろ橋前プリン、うわ橋前プリンじゃない、うわ橋前プリン分かってる分かってる分かりすぎてたか、さては。おい危ね危ね、ここちょっと行ってからのポイズンですね。てかウォールブレイクあんま飛ばさなくていいかも、そろそろ気づいた、ポイズン削り説ありますね。湧いてちょっとバレル飛ばすタイミング見えですね、これね勝ちたいですね。コカツはコカッちゃんには勝ちたいんですけど、結構この人うまいんですよね、結構うまいマジ。バレル飛ばしてくるかな。あでギャングを防衛に徹底で残してますね。うわ一発痛えな。ジージルクはね、僕はもっとこの人はウォールブレイカーの立ち回り覚えてるんで、もっとディガープラスのポイズンで削ってよかったかな。でこここれでよくてなんか出てくる、あ柱アプリ行きますねこれ。うわロケか、さあこっからですね、戦いたいですね僕は。よいしょウッドタレ使いましたね、しかもロケで落ちないんで、これ結構チャンス結構チャンス結構チャンス、えワンチャンあるマジ
もう一回ディガ飛ばしてワンチャルで、これ絶対処理だれ、絶対処理だれ、アイスピンもない。オッケーオッケー、おいおい、僕はまだ諦めない。ハシマイプリンが怖いけど、怖いないか。うわやべ、ロケットで終わる。うぅ、耐えて。あー、ロケで終わるんだ、カップできない。うわ、クソ、勝てたー。これだー。悔しいね。悔しいね。ちょっと相手の途中までずっと防衛がギャング、ギャングと徹底してたんですよね。ディガーオールブレーカーに。で、僕はこれを、ちょっと何回も同じことばっかしてたんで、なんかさすがにずっと防衛されてましたね。いや、悔しいな。これは立ち回りもっと変えればいけてましたね。はい、というわけで、ちょっと負けちゃったんすけど、ロケット方針、結構強いっすね。こう見ると結構強いなって多分思うと思うんで、やっぱ使い方次第なんだなと思いますね。今後多分もっともっとこう輝くカードだと思うんで、皆さんも早速ね、方針練習しましょう。というわけで、もうすぐね、チャンネル登録10万人いくんで、まあ、一つのこう通過点といいますか、まあ、目標でもある10万人なんてよければ、チャンネル登録までしてない方、お願いします。コメントも、たまに返します。全部見てます。よければ、チャンネル登録、高評価、コメント、全部お願いします。で、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。